そうなんです。珍しいです。まあ、昔はそういう人がおられましたが。もともとはパワーチョンドが先にやったんですけれども、はい、申し物も楽しいやということに気がつきまして、はい、どちらの生まれなんですか。東大阪市でございます。東大阪、はい、両親東大阪ですから。そうです。父も母も東大阪で。あ、そうですか、ね。はい、そうです。父八尾市かと思ったんですか。僕は生まれ八尾育ちですけど、両親は東大阪出身なんです。東大阪のところに来させていただきます。あ、いますね、ここ。いや、生まれてない。くすねというところなんですよ。くすねというのは、はい、いや、本当に八尾に近いところですか。え、じゃないですか。近いことないですか。あ、分かった、あそこへ。あ、分かりました、全然分かってない。分かってる、分かってる。何とかな、市議のじゃないわ、もうちょっと電話、あの電車の、ああ、なるほど、花店とかね、分かりました、進んでね、あの日の菊丸さんとは、弟子が住んでたから、何度も行ってます。菊丸師匠、はい、知ってます、はい、知ってます、知ってます。はい、くすねの家によく遊びに行きましたですか。そうでございました。すみません、取り留めもない、なんか全然なんか、あの地元調査みたいになりました、はい、それでは帽子温度でお楽しみいただきましょう。よろしくお願いいたします。今日はあの河内温度、2回というふうに聞いてたんですけれども、ぜひとも帽子温度も歌って聞かせてくださいと言っていただきましたんでね、ちょっとあの河内温度をやめまして帽子温度を次歌わせていただきます。その前にあの本日、ギターを弾いてくださいますのは生島学さんです。どうぞよろしくお願いいたします。今日はあの生島さんの着物がめちゃめちゃ目立ってましてね、学って書いてるんですけど、これあの生島さんのファンの方がね、あの手作りしてくださったそうで、もう私より目立ってるという、すみません、はい、そして今日はあの太鼓を叩いてくださいますのぼるさんです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。このような華やかなステージで歌わせていただきまして本当に嬉しいです。では合衆音頭でよろしくお願いいたします。
Thank you.
ようこそおいでくださいましたああ